はい、時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の和の時間ですね。はいはい、 MC はパーソナリティ土井秀人が今週もお届けしてまいります、ね、嘘のような本当の和、このねお話という字書くんですけど、なんかねやっぱり平和の和だったり沖縄の和だったりね、うわっと驚くようなねお話も出てくるかなと思いますね。え、皆さんは今週ねいかがお過ごしでしたか。またこれからやってくる1週間もわっと驚くようなねお話があるといいですね。はい、この番組は、宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾、海の見える素敵なスタジオから、午前10時までお届けしたいと思います、はい、ぜひぜひね、YouTube ライブで映像と音声もネット配信していますということで、ドクター水素ボトルというね、ところでなんか気になるな、なんだろうな、健康ね、いろんなご質問ね、電話でもいいんですけどね、はい、一応メールアドレス申し上げます。797泣くなだね、はいはい、泣くなfmギノワン.com。 はい、YouTube チャンネルもぜひね FM ギノワンで登録してください。前の放送もね FM はギノワンひらがなでね、嘘とあのカタカナで入れていただけるとね、ちょっと前の作品というかラジオ放送も聞くことができます。というわけで、今週も皆さん元気でお過ごしでしょうか、ね、6月ですね。はい、ゲストに今日も、東京からお越しいただいているのが、ドクター水素ボトルの北条正弘さんです。おはようございます。はい、おはようございます。今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、私もちょっと昔ね雑誌編集者を私実はやってたんですけども、もう男臭いロック、でも違うか、お化粧した人たちもやってました、私そういえばね、ビジュアルロックマガジンなんてやってたんですけど、はい、今日のゲストさんはなんと東京から、はい、さくらまゆみさん、まゆみさんという、まあ、雑誌記者ね、デジタリストの方なんて聞いたんですけど、私の時はなかった言葉なので、どんな方なのかなと思って聞いてみたいと思います。はい、まゆみさんおはようございます。おはようございます。はじめまして。はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まゆみさんは、まあ、雑誌記者というか、僕ね公文社って、はい、そうですね、あれです、オトワですか、でしたっけ、あれ、あ、国国寺ですね。あ、国国寺ですよね、講談社のね、はい、はい、そうですね、女性誌なんですけれども、ストーリーという雑誌で、ね、そうですよね、前ね、はい、北条さんね言っていただいた木林さんというね、あの人が講談社出身で水素大好きな僕の先輩もいるんですけども、ちなみにね公文社ストーリーという、これはやっぱりこうちょっとなんて言うんでしょう、おしゃれな女性向けな、はい、そうですね、30代、うん、40代の、ファッション、美容、ライフスタイルの最新情報になってます。全国のコンビニストアとかでも並んでると思うので、ね、そうですよね、その中の、はい、ウェブのサイトがありまして、公式の、はい、そこでブロガーなんですね、いろんな PR 担当で、はい、いろんな情報を流させていただいてます。ああ、じゃあ、あれですか、記事をお書きにもなるし。そうですね、取材をしたり、うんうん、したり、それをブログの方で載せるっていう感じですね、その美容師の情報誌のストーリーの。ああ、なるほどですね、もう時代の最先端を行かれてる。ご職業という、かっこいい、かっこいいですね。いや、さすが北条さん、東京ですね。ちょっと聞いたことで、デジタリストですよ、知ってました？かっこいいですよね。とりあえず私、宜野湾市のこのね、お届けしている隣町に住んですけど、一度もお会いしたことがないんです。ね、そういったね、はい、でもちょっとお仕事の内容はね、はい、そういった、まあ、いろんな、女性の皆さんに向けてね、うん、まあ、ね、ラジオのことも、今回載せさせていただこうかなと思います。ありがとうございます。水素と一緒に、はい、ねえ、だってまあ全国規模ですからね、
何でもね、はい、うん、やっぱり例えばコンビニや本屋さんに雑誌がね売り切れてなかったり、売り切れてたりちょっと届かなくても、うん、やっぱりねデジタルで皆さんね、そうなんですね今ね、うん、ウェブ上でね、僕ら予約してまで、はい、なんか定期購読したのがなんか古い話ですいませんみたいな感じなんですけど、無料でけあの検索していただければ見れるようになってるので、はい、はい、ストーリーですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ね、そんなわけでちょっとね素敵な真由美さんをお迎えしてるんですけども、どうですか、その素敵な、女性にね、素敵でありたいと願う女性に向けて、さまざまな情報、はい、商品サービスなどをねお伝えされているかと、はい、真由美さん思うんですけど、ご自身はやっぱりね、そういった私結構時代の最先端みたいな感じでいらっしゃったりするんですか？いやー、そんな派手なことはあれですけれども、はい、やっぱり40代を過ぎてくると、なんか体力的ですとか、うん、お肌に関してもハリやツヤとかが気になってきたので、うん、そういう面でまず北条さんと出会ったのが2年前で、はい、で水素ボトルを知ることになり、はい、でなんかその体力維持にも美容にも健康にいいよって聞いたので、うん、もうそれは私が今一番求めてることだなと思って、うん、そこで会社体験会に行って美容水素の、うん、でそこで体験をしたら、もうあんまり即決してお買い物する方じゃないんですけれども、うん、即決して買わせていただいて体感をしたんですね。もう頭の先からさーってもう血がみなぎる感じのすっきりしていく感じが体験できたので、はい、もうそこからは毎朝もうルーティーンですね、もう目の視界がもうクリアになるところから朝始まるっていう感じで、うわー、うん、素敵ですね。まず張りが出た、肌ツヤが良くなった、あとは寝つきが良いし目覚めもいいし、もともと末端冷え性だったので温泉の元とかで対策してたんですけど、はいはい、それもなくなってきたし、はい、あとはそうですね、更年期のやっぱ時期なので、うん、それまではやっぱりホルモンバランスの乱れで、うん、ホルモン特有のなんかイライラしたりもやもやなんか考え込んでしまったりっていうバランスの乱れが本当になくなって、うん、同い年のやっぱお友達とかはもうクリニックに通われてたりとかしてくる中、私もそろそろ行かないとかなと思っていたのが、全然症状が収まってしまって、うん、更年期が全く今ない状態なんですよね。もう素敵ですね。そう、それまでは更年期のなんか某有名の薬とかも飲んでたりしてたんですけど、うん、一切も飲んでないこの2年間というか、うん、あれですか、まゆみさん、よくね、そういったお話を伺うと、はい、はい、思うことが私ありましてね、はい、まゆみさん、どちらかというと好奇心がある旺盛な方ですか？はい、そうですね。なるほど。じっとしてられないタイプですね。だからこうね、そうメディアを通してね、いろいろ発信をされてるというのもおありになるかと思うんですけど、はい、時々ね、北条さん、僕ら出会いというね言葉を使ってね、はい、うん、結局時々こう、いやそんなこと言ってもさっとこうちょっとこうねシャッターを下ろしてしまう方と。ね、はい、何それみたいな方とね、いて、なんかイメージ的に真由美さんそんなこう感じが若干して、ね、行ってみたら、体感というのはちなみにもうその場であれですか、ちょっとじゃあお鼻にカニューラをね、カニューラ当ててってごらんみたいな感じだったんですか？そうですね、はいはい、そう、吸いながら、うん、モニターがあって、そのモニターに、うん、なんか赤血球とか白血球とかが映る、自分の指に、血流がね、うん、そうですね、うん、それがもうものの何分かで動き方がまるで違う感じでヒュー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 って見えるので、うん、でそれとともにもう体感するんですね。先ほどもお伝えしましたが、頭の先からさーってなんかもう血が巡るような、はい、もうその
感覚がもう何とも、あ、これ毎日できるんだったらこれもうもう得るしかないというか、そんな状態でした。いやーでもね、いいですね。そこで出会って、じゃあほぼ2年間毎日のように。そう、毎日のもう朝のルーティンですね、習慣です、ね、もう目に来るんですね、なんかやっぱり一番目に、目が視界がさーって きれいにクリアになった状態なので、よくね、パソコンにやっぱりお仕事から向かったりが多いですよね。そうですね、目はね、今現代人といいますか、皆さんそうだと思いますけど、毛細血管の塊なんでね、一番、まあ、流れが良くなれば、あの変化が出やすい場所、ということになりますね。この番組のゲストさんにもね、あの僕自身もあの免許証の眼鏡等っていう裏側のがねなくなってしまったんですけど、あっさり、あの本当に本読むにも、それこそ北条さんもあのスマホ見るのにクワーッとね、なんかこうマジックハンドみたいな遠くに置いてたやつがこう普通に見れるようになったとか、やっぱりいいですよね、目にね。いいですよね。あとなんか私せっかちなので、よくお料理するときとかやけどとかしてしまうし、あざとかもどっかでぶつけたんだなっていうのがちょこちょこあるんですけど、その治りもとても早いですしないのが一番なんですけど治りが早いんですよね。治りが遅くなる年代にかかってるはずなのにっていう、そのすごいなって思います。北条さん、なんていうか皮膚のね炎症であったり荒れだったり、まあやけど、ね、今前見損しだったパターンだったり、これやっぱり水素がっていうのはどういう、そうですね、あの全部血流ですよね、水素を、高い濃度の水素を吸った時に鼻の粘膜がセンサーになっていて、で自分の体の周りに活性酸素を取ってくれる水素がいっぱいいるぞっていうと、脳が喜んでそれ取り込めっていう命令をわずか 0. 何秒で出すわけですね。そうすると体中の血流がブワーッと良くなるので、まあ、皮膚にしても、まあ、どこでもですね、体の臓器にしても血流が良くなったことで元気になってくる。だから再生早いですよね、すごくね。そうですよね。はい。まみさん、あの気分的にはどうですか、はい、目がねもちろん良くなってっていうと、日々のこうなんて言うんでしょう、メンタルというか、やっぱいい感じですか。メンタルなので本当に更年期がないので、メンタルは本当にもともと強い方ではありますが、やっぱそのホルモンバランスにだけはやっぱり勝てない部分はあったので、それが全くなくなったので今本当に怖いもの知らずというか、そうですね、本当気分が本当に救われてますねありがとうございます、じゃあ真由美さん、あとなんか、はい、どうぞどうぞ、大丈夫ですか。あとはあんまり良くないんですけど、あのやっぱお酒もちょっと好きなので、あのちょっと飲みすぎちゃう日とかも、あっていけないんですけど、あった時は、はものすごく効果が見られるというか、あの二日酔いがになりにくい、ならない。わかります、それ。なんかあのちょっと飲みすぎちゃったと思っても1時間ぐらい吸ってればもう復活してしまうので、まあ、できれば、ね、飲みすぎない方がいいんですけどもしもの時はっていうのですごいこれはびっくりしましたね。でも、飲みすぎた後に10分とか20分吸うだけで翌日全然違いますからね。すごいですよ。すごいですよね。なんか逆になので、飲んでる間とかにあのちょっと吸ってみたらバクバクしちゃったので、逆になんか本当にこれ血流が良くなってるからこれ今はしない方がいいんだなって思うぐらい効き目が分かってしまったというか。ね、いろいろね実験する人いますよ。そうですね、吸いながら飲む人とかいますよ全然酔わないとか言う、すごいです、ね、酔いが早く終わるっていう人もいるし、ね、私結構分かりや出やすいのでなるほどね。もうそんなね、真由美さんのもう本当にウキウキ無敵の日々をねこの後も追っかけてみたいんですが、一旦ちょっと CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3595-4730
0335272211。はい、ねえ、嘘のような本当の話。ねえ、今週はね、ゲストにドクター水素ボトルの北条政宏さんと、ね、東京からさくらまゆみさん、まゆみさんをね、お迎えして、お届けしておりますが、ストーリーというね、もう全国メジャー誌の、ね、デジタリストということで、もうウキウキなお話をね、聞かせていただいておりますけども、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、もうね、本当にね、私たちがこういうね、お話を毎週聞けて嬉しいなっていうのもあるんですけど、2年間ね、やっぱりとてもいい調子で、お肌なんかも多分ね、プリプリっとされてる部分もあると思うんですけども、まゆみさんご自身が例えば、はい、日常の中で、ちょっとまあお具合が優れないなとか調子悪いなっていう方に、こんなんあるよなんておすすめになられたことってあるんですか？そうですね、まあ、美容部員の仲間の同期の子たちにも教えてあげて、はい、みんなちょっと何人か買っていただいた子もいるし、うん、で肌がやっぱり肌ツヤ良くなったねって言ってみんな使ってくれてる女子たちもいるんですが、はい、ちょっと古くからのお知り合いの、まあ、60歳ぐらいの男性がこの間のちょっと腎臓の方の難病にかかってしまって、うん、っていうこともあり、ちょっともうすぐにおすすめさせていただいて買っていただいて今使っていただいてる状態で、うん、まあ、その方が今まあ、春4月ですかね、入院されて手術してって、その後また腹水を取ってっていう感じの今、頑張っていらっしゃる時期なんですが、うん、なんか復活がすごい早いみたいで、うん、そういう経過を聞けてるというところでしょうか。うん、すごい食欲が出たって言ってました。うん、うん、確かに水素吸うと食欲出るんですよ、これも北条さん、これも血流、あれも血流、ね、生きる力っていうかね、生きようとする力っていうのはね、それが湧くってすごいことですよね。そうなんですね、一番疲れてる時期だと思うんですよね、お年も年ですし、本当に具合が悪い時って、うん、食欲出ないですもん。出ないですよね。どうでもよくなっちゃいますよね。うんうん、そうなんですよね。それが食欲出るってことは、相当こう体としては前向きな状態になってるってことなんで、すごくいい傾向だと思いますよ。なんか一番ダウンしてる時にこういう水素とかを吸うとより分かりやすいというか。そうですね。本当体調悪い時の方が分かりやすいですね、水素は。そうなんですよね。なんかちょっと、うん、風邪ひいちゃって後とかの方が分かりやすい時とかありますよね、うんうん、そうですね、なるほどね、うん、でもその方ね、まあ、難病詳しくねお聞きしていいのかのどうかちょっとさておきなんですけど、結構ね、はい、北条さんも全国いろいろ回る中で難病というケースありましたよね、うん、多いですね。先週もたまたまね小倉に行ってたんですけど、全く起き上がれないんですよ、布団から。で いわゆるそういう、こうスタッフの方が来てこう背中を支えながらよっこいしょって起こしてあげないと、とこからこうとこに座ることすらできなかった方に水素吸いませんかって話をしたら、ちょっと試していいから1週間貸してくれませんかって言うから、まあいいですよって言って先に送っといたんですよ。で1週間後に会うことになってたんですけど、うん、場所指定されてここ のホテルの1階でちょっと打ち合わせしたいんですけどって、これだいぶ調子いいんだなと思って行ってみたら、もう治ってるっていうんですよ。難病らしいんですけどね。ご年齢はちなみに、50代の後半ですね。そうなんですね。むちゃくちゃ元気になって、車の運転も体が動かないから、その危ないとか車が来てるとか見れないわけですよ、うんうんうん、右にも左にも顔が動かないんで、うんうん、でそれが動くようになって、もう普通に運転できますって言うんですよ。びっくりして、こっちがびっくりしましたけどね、たかだか1週間でね。ね、
でも何か血流がどこかの血流が悪かったんでしょうね。それがちゃんと流れるようになったから体が普通に動いたとしか考えられないんです。1週間でそんなもの改善してるわけですから。ねえ。びっくりします。それは本当に驚きました。早いですよね。早いです。ねえ、もう本当に出会ってほしいなとねつくづく思うんですけど、うん、もう一回ちょっとね CM 言っときましょうかね。はい。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、ねえ、はい、嘘のような本当のはねえお届けしてますけど、皆さんねえいかがでしょう。もうねいわゆる難病という方がね寝たきりで、やはり寂しいですしね、どこか残念だしってちょっとこう気も塞いでしまうと思うんですよね。周りの方の心の支えやね、いっぱいあると思ったりしても、やっぱりなかなかねという中で出会った方のお話ね、これ本当に嘘のような本当の状態であるということで、ね、今日ゲストにお迎えの真由美さんにしましてもね、お知り合いが、かなり、ね、年配とされているご年齢でありながら、うん、良い方向にね向かいつつあるんじゃないかということで、なんか素敵ですね、うん、それこそストーリーですね真由美さん。ありがとうございます。そうです ね本当になんか場面場面がね、うん、人生のね本当ですよね。本当美容もそうですし、本当に健康と体力と全部つながってると思うんですよね。なんか私がコロナの時も本当にやっぱ呼吸が苦しかったですけど、はい、吸い続けたら楽になって熱も1日で下がったとか、うん、でそういう時ってなんか一番めいてた時ってなんか早くおしゃれしたいなとか、うん、やっぱり美容も女性にとって大事なんですね。それが健康になるだったらこうしたいなとかいう思いとか、うん、なんかやっぱり全部がつながってるなっていう、生きる力とかやっぱ綺麗になりたいとか、うん、なんか生きていたいとか、なんかそういうのでみんな一つでなんかストーリーかなと。うまくまとまりました。体力維持なんか運動するの大好きですし、運動するにはやっぱり体力が必要ですし、うん、でもやっぱりそれってやっぱね、水素を吸って元気になってっていうところで、私は今一日のループが回ってるので、体力がないと運動もできないし、うん、元気じゃないと綺麗になろうっていう気持ちにもなれないし。そうですよね、うん、なんか本当に真由美さんおっしゃる通りで、なんて言うんでしょうね、全部ねつながってますよね。健康だから ね美しくなりたい気持ちにもなりね、うん、あいいですね。なんかこうね、今私ね今日申し遅れましたが、真由美さん電話でつながってるんですけど、スタジオとね、今私の目の前にはもう美人さんがいっぱいもういますけどもね、素晴らしいなっていうことですね。はい、ではね、今週もあっという間にね番組エンディングが近づいてきてはいるんですけども、ぜひねちょっとラジオ聴きの方、気になった方いたら、もう最近お電話いただいてます。はい、山内さん宛にお電話いただいてますから、なんなんそれなんねーってね、どんどんご連絡いただけたらと思っております。ね、え、真由美さんもこれからさらに本当に本当に素敵なね、デジタリストであり PR キーパーソンであり、はい、美容界に君臨する、はい、何でしょうみたいな感じでね頑張ります。皆さんに情報もお伝えします。いや、ありがとうございますね。え、はい、そんなわけで、今週もね嘘のような本当の話ということで、うん、綺麗になってったり健康になってったり、あ、痛みが取れたり、もしかしたらねいい方に向かうのになっていう出会いを毎月ね、説明会というか、今はね、宜野湾のバルナバハウスというところでね毎週土曜日午後やってますから、どうぞお気軽にご連絡いただけたらと思っております。はい、では今週もね、ドクター水素ボトルの北条正弘さんと、はい、
さくらまゆみさんね、ストーリー、雑誌ストーリーデジタリストということでね、情報を発信されている方をお迎えして素敵なお話をお伺いすることができました。今週も北条さんね、それからまゆみさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。